兄貴かい？あんた兄貴かい？このふぬけ野郎が！なんだ今の様！自分まで老化しまうんだからな、俺だってヤバいと思う。おめえは満盲になんだよペッシ。成長しなきゃ俺たちは栄光をつかめねえ。ぶっ殺すと心の中で思ったなら、俺氷だ。確かおめえグラスの氷は君だけが使うものだ。彼、このままでは一番最初に死んでしまうわ。君は好き好んでここにいるわけではないんだからな。分かりかけてきたぞ、おいペッシ。あんまり期待なんかしねえでくれよ。俺感が悪い。おめえがさっき感じた気配はものすごく怪しいんだ。思い出すんだ、些細なことでいいんだ。俺さっき運転席の下を見てみようと思ったんだ。なんでして？でかしたぞペッシ。ネズミなんかじゃねえ。一体どういうことだ。え、グレイトフルデッド。娘以外全員予想通り寿命で死にそうだ。ちょっと待って兄貴。普段は心がけが良かったというか、よく弾丸を止めてくれた。三発もからな。ミスター、グレートフルデッド。なんだって。こいつを始末すりゃみんなの老化は解除される。なんで氷を持ってここにいる。そいつに触られるな。兄貴、仲間を切り捨てても娘を守るため俺を倒す。早いな。確かに早い。息切れしてるよな俺。お前はそれを理解しないでとにかくスピードを出しまくった。賢明なお前には俺の言ってることわかるよな。氷が効かなくなってきている。肩こりで疲労でも出てきたか。掴んだ。これでお前らは皆殺しだ。両方やらなくちゃならないってのが幹部の辛いところだな。お前をこの列車から追い出せるならな。死ぬ気がせん。ペッシー、何やってる。ペッシー、列車を止めるんだ。てめえ、ぶっしゃらせ。ブロシュート兄貴。ギリギリだったけど引っ掛けられてよかったぜ。今のお前の行動、本当におしまいかと思ったよブチャラティ。自分の命をも含めてな、お前はついてない幹部だ。呪いか。ミスターの奴が生きてたのが絶対におかしいことだったんだ。釣られたものに帰っていく。老化の能力が解除されたようだ。小指が針の右側にあって、どういうことなんだよこれは。列車を止めさせろ。列車中が病気みたいなんだ。まさかこの糸から墜落した一人分の体重っていうのは。俺どうすれば。うるさいんだよ。マンモーニカ。まさか、まさかあいつ兄貴だ。あんなぐちゃぐちゃの重傷じゃもう助からない。俺たちはもう後には戻れないんだね。ぶっ殺すって思った時は兄貴、初めて人をやっちまった。もうこれで誰一人いねえからな。兄貴の能力が消える前に。こいつ、俺が何をしようとしているのか分かるのか。また針が外に出た。しかもパワーもすごい。絶対にお前の体を見失うものか。分かっている。だが
それも難しいようだ。何かに捕まったな。打ち上げられろ。